自分にとって一日に必要な栄養とか料理とか一目でわかる方法ってありますか？はい、ありますよ。これです。食事バランスガイドです。国の食生活指針で示された望ましい食事の組み合わせや量を日本の伝統的なおもちゃであるコマのイラストでわかりやすくしたものです。見たことありませんか？あ、スーパーとか公民館で見たことあります。健康を保つためにはバランスの取れた食生活が大切です。食事バランスガイドは誰にでも分かりやすく馴染みやすい料理を一つの単位としておりますので、気軽に毎日自分の食事を見直すように作られたものなんですよ。でもこのコマの見方がよくわからない。教えてほしいな。それでは詳しく説明しますね。何をどれだけ食べればよいのか、その具体的な内容や分量が5つの料理区分に分類されています。たくさん食べてほしい料理を上から順に主食、副菜、主菜、牛乳、乳製品、果物というふうに色別に並べてあります。主食とはご飯、パン、麺などの主に力のもとになる炭水化物を多く含む料理です。副菜とは野菜や海藻、きのこ、芋などを主に使った体の調子を整えるビタミン、ミネラルを多く含む料理です。主菜とは肉や魚、卵、大豆、大豆製品などを主に使った体を作るもとになるタンパク質を多く含む料理です。紐はお菓子や嗜好飲料を表し、楽しく適度に摂ることを呼びかけています。そしてコマの芯は水やお茶などの水分、またコマは継続的に運動するということも勧めています。何気なく見ていたけれど、このイラストにはたくさんの情報が詰まっているんですね。次に何をどれぐらい摂ればよいのかチェックしてみましょう。自分の1日の食事の目安は年齢や性別、身体活動が普通か低いかで知ることができます。1日に必要な食事の目安は次のようになります。身体活動の低い男性やほとんどの女性の場合、主食が5から7つ、副菜が5から6つ、主菜が3から5つ、牛乳、乳製品は2つ、果物は2つ必要となります。料理の数え方がわからないな。では詳しく見ていきましょう。主食の1つというのはご飯が小盛り1杯、コンビニのおにぎり1個、食パン1枚です。麺類は1人前2つと数えます。1日に5から7つ食べるためには3食に分けると1食2つ程度になるので、おにぎり2個や麺類1人前になります。副菜の1つというのは小鉢1つ分で片手1杯分が目安です。1日に5つから6つ食べたら良いので、1食にすると約2つになりますね。主菜の1つというのは納豆1パック、卵1個に相当します。魚料理は1人前2つ、肉料理の1人前は3つと数えます。1日に3から5つ食べたら良いので、1食には1つか2つの配分となります。ここは摂りすぎになりやすいので注意が必要です。次に一番下の2つです。牛乳、乳製品の1つというのは牛乳ならコップ半分、ヨーグルトなら1個です。1日2つ必要なので、牛乳をコップ1杯飲むとちょうど良いですね。果物の1つはみかんや柿なら1個、
リンゴや梨なら半分です。1日に2つ食べたら良いので、みかんなら1日2個、リンゴなら1個が適量となります。冬はこたつに入ってみかんをいくつでも食べてしまうけど、1日2個が適量なんですね。はい、果物にも果糖という糖分が多く含まれていますので、食べ過ぎには注意ですよ。あと、紐である菓子・嗜好飲料は1日200キロカロリーが目安です。エネルギー量の目安は次の通りです。私200キロカロリー以上食べてます。そうですか。間食には果物や牛乳・乳製品がおすすめですよ。朝食を抜いたり、外食が続いて主菜を食べ過ぎたり、野菜不足になったりすると栄養バランスが崩れて駒が倒れてしまいます。形の良い食生活の駒をきれいに回すには、主食・副菜・主菜を組み合わせた食事をしたいですね。一食にはご飯・野菜のおかず2品に魚、間食には果物・牛乳ですね。これならできるかな。このようにこれらを組み合わせて形の良いコマになるよう、一日の分量をチェックしてみてください。チェックすることでご自身の食事を見直し、健康な毎日を送ってくださいね。以上、健康増進課からのお知らせでした。